近隣諸国条項とは、日本国の教科用図書検定基準に定められている、近隣のアジア諸国との間の近現代の歴史的事象の扱いに、国際理解と国際協調の検知から必要な配慮がされていること、という規定のこと。この規定は、教科用図書検定規則に基づいて定められている、義務教育諸学校教科用図書検定基準と、 高等学校教科用図書検定基準にある。いずれも、第三小各教科固有の条件の中に規定され、義務教育所学校については、社会科の中に、高等学校については、地理歴史科の中に定めた。1982年6月26日に、文部省による1981年度の教科用、図書検定について、高等学校用の日本史教科書に、中国、 河北への侵略という表記を、進出という表記に、文部省の検定で書き直させられたという、日本テレビ記者の取材をもとにした記者クラブ加盟各社の誤報が発端となり、中華人民共和国、大韓民国が抗議して、外交問題となった。1982年8月26日に、日本政府は歴史教科書に関する、 宮沢紀一内閣官房長官談話を出して決着を図り、その談話ではその後の教科書検定に際して文部省に置かれている教科用図書検定調査審議会の議を経て検定基準を改めるとされていた。文部省内においては1982年11月16日に教科用図書検定調査審議会から答申が出され、 1982年11月24日に文部大臣が規定を新しく追加する教科用図書検定基準の改正を行った。なお、発端となった報道は対象の実況出版教科書の表記がもともと侵略ではなく誤っていた。中国部分について該当書き換えがあったのは東京書籍の侵略、侵入書き換えや侵略、 軍事行動書き換えなどであった。侵略、進出書き換えについても帝国書院のものにあったが、歴史分野における教科用図書検定では、個別の教科書ごとに全体的な記載の調和が取れることが期待されることから、教科書内の用語使用に言及する改善意見もあり、侵略を進出に統一するように改善意見がついたものであった。ただし、 当時の国会でも、それではなんで、ドイツや猛虎は、侵略で、改善意見もつけず、日本についてのみ、進出と改める改善意見をつけたのかと、追求されている。近隣諸国条項の追加により、歴史分野の強化用図書検定においては、日本の侵略、進出などの記載について、以前より綿密に審査を行うこととされた。また、日本国内における意見としては、 この規定の存在が中国や韓国などからの激しい内政干渉を誘発しているというものと、この規定の活用が不十分であるのでもっと積極的に活用するべきであるというものが見られるようになった。2013年4月24日、自由民主党教育再生実行本部特別部会は、改正教育基本法には他国に敬意を払うという趣旨の記述があり、 本条項はその役割を終えたとして、見直しを行うことを決めた。教科書の記載に関して、国際的な客観性を担保できるような基準を設けることは、国家間の歴史認識の溝を埋める点で、好ましいという意見もある。一方で、近隣諸国との外交関係に配慮するという、政治的理由で、世界百数十カ国の中でたった三カ国でしかない、中国、韓国、 北朝鮮の主観に基づく歴史観に迎合するような制度が果たして国際的な客観性を担保できるような基準を設けることになるのか大いに疑問であるとする見解もある。また近隣諸国である中国、韓国、北朝鮮の教科書作成に関し同様の規定がないことを問題とする見解もある。またこの条項を利用した外交干渉も懸念される。 内閣府の教育再生実行会議とは異なる自民党独自の機関自民アジア配慮見直しへ領土の教育強化も共同通信2013年4月24日ありがとうございます